初項から10項までの和が4、初項から20項までの和が24である等比数列にて、初項から、第40項までの和を求めよという、これも等比数列の和の公式を覚えてもらって代入していけばこんな感じでね、やっていくと、まあ解けるんじゃないのと思うかもしれないんですけれども、等比数列においてこの項数が大きいとどうしても累乗が大きくなるので意外と解きづらい問題になっています。さあ、公式を、ぶち込んでしまったものとかは、ここまで書いちゃっています。で、今回の問題で特にお伝えしたいのは、字数が高い文字が、まあ、たくさん出てきている時っていうのは考えづらくなっちゃうので、これは後半で出てくるんだけど、置き換えを使ってあげると、まあ、式が見えやすく、なっていきます。そんなもん使わないでもできますよって人は、別にいいです。で、一番伝えたいのはここですね。等比数列で計算がこう難しい時に、どうやって文字を消去したらいいかなって言った時には、これこの言葉知ってるかな、辺辺を割るっていうね。どういうことかっていうと、これです。左辺と右辺でそれぞれこの割り算をするっていうことです、うん、そうすると等比数列っていうのは、掛け算とか割り算でくっついてる似た塊があるので、割り算でうまい具合に約分で消していけるんですね。じゃあこのまず式当てはめます。左辺は左辺同士で割り算、右辺は右辺同士で割り算っていうのを実行していくと、まあこんな感じになりますよね。で、そうするとちょうどこの r-1 分の a っていうのがそれぞれ約分されてこう消えて、しまって、 r2-1 割る r10-1 が24割る6っていうことで、形としては結構すっきりした、感じになっていきます。この分数と24割る6でただの、4に、なっていくわけです。うん、さて、じゃあここで、まあ、かといって字数が高いのでこの置き換えを利用するっていうのをやっていくので、ここでね、ちょっと右上に行きます。 R の10乗をラージ X で置くとどうなるかというと、上が x2乗-1 で分母が x-1 になって、これ分かるよね。あの上の式って x+1 と x-1 っていうのに因数分解ができます。はい。で、まあ、今回あの等比数列でちゃんと数字として増えていってるので、まあ、この R の10乗のこの部分が1になることは考えられないので、あのここはもう普通に約分してしまっていいです。こうやってね、はい、そうすると x+1 が4で出まして、今回最終的に聞かれたことをこう元に戻ってみると、初項から第40項までの和を求めよって書いてあるので、ここもまた和の公式が必要になっています。じゃあそれ公式に当てはめてみると、これの値いくつになるんでしょうっていうところなんだけど、まだ a と r-1 が求まってないぞっていう風になるんですが、ここで1より、ごめん2にしよう。はい、ここで2より右上に行きます。 ar の10乗引く1とこのイコール4っていうのが成り立ってるんですけれども、ここあるよね。 r の10乗は5なんだって。ってことは ar の引く1と10引く1、 r の10乗が5だから5引く1でかける4っていうことであって、一旦ですね両辺4で割ると r-1 分の a がもう1って分かっちゃうんですね、うん、すなわち a と r の正体は正直つかめないんですよ、うん、つかめないんですけど、ここの何々を求めるっていうところに、ここの部分にねこいつを代入してあげるとどうなるのかって言ったら、 r40-1 と r-1 イコール、ここ r-1 の a が、1ですから、ただの r4乗-1-1になるわけで、さあ
ここに R10 の10乗は5ですって出てるから、これって R の10乗のもちろん4乗なわけですから、ここから1を引けばいいので R の10乗は5です。5の4乗これだけは残念ですが計算してください。 25×25 で625になるので、答えは624に、なります。はい、おさらいします。なのでまず頭皮数列の後、頭皮数列関連は左辺と右辺同士を割り算するっていうことを覚えておいてもらって、それでも次数が高いものが出てきてしまったら、こういう置き換えを使ってあげると、で計算をしていって R の10乗が5って出まして、ここで何を求めるんだっけっていう、そもそもの求めるもの何だったっけっていうのを再確認していきます。で、次のポイントとしては、ここでこれを求めるんだけど A と R それぞれは分かんなくても、こいつを利用してあげれば目的のこいつは求まる。だから最後の最後まで A と R の正体は分かってません。なので一応こういった形でね、この問題は見た目はシンプルですけど乗り越えなきゃいけないポイントが多数あるので、注意をしてください。